奨学金の問題、奨学金の問題ね、実は去年大問題になりました。そして我が国の岸田のバカがですね、贈呈大魔王の岸田が君たちに約束したじゃないですか、奨学金について検討する、検討して終わりでしょ。それから何にも話聞かないんですよ。奨学金を借りたい人たちもたくさんおります、この中にね。そしてそれを20年かけて返してるのが今の現状なんです。その一方、国費留学というね、このとんでもない留学制度で外国人が日本にやってきて、入学費はただ、授業料はただ、そして帰りの交通費もね、日本政府が支給し、さらにはですね、生活費まで支給してる。こんなバカなことがまかり通ってるんです。外国人はね、国の宝なんかじゃない。日本においては日本人が宝なんです。ぜひこのことをですね、皆さんに強く強く訴えかけて、君たち一人一人が日本の主役であり、日本の宝なんですよ。